もう平気。水流様、お買い物行きましょう。でもね、私行ってみたいんです。日に焼けちゃう。気にしない。おこちゃんは？私も気にしない。イエーイ。私も。実は俺も。グローリーって呼んでちょうだい。グローリー？そう。グローリー水量が本名なの。さあ、気晴らし街に行くわよ。気晴らし街？始まり。私にはおしゃれのための買い物が一番よ。おしゃれのための名前のない、あれもこれもそれも私自体変わらない、私自体変わってく。ここよ。どう？これは？かわいい。こっちもラウンド行きましょうか。え、第2ラウンド？あなたの気晴らしがまだでしょ。まずはここから。おっ、かっこ大人っぽい。私こんなの着たことないです。はい、次。よっ、いやいかがですか？みんな素敵。じゃあこれもちょうだい。靴も全部よ。はい、かしこまりました。そんな、グローリーさん、私おばあちゃんに叱られます。お客様にこんな高価なものを。し、お客としてじゃないわよ。年の離れた友達からのプレゼントだと思ってちょうだい。